はい、コナンです。つむつむランドやっていきたいと思います。始まりました。イベントですね、お城からの招待状ということで12月31日まで、今日はねちょっとツムをね、いろんなツムに変えてスコアがねどんな感じで変わるのか見ていきたいなと思います。まずはこれはねノーマルツム、一番最初はねちょっとノーマルツムでどれぐらいのスコアがいくのか試してみたいと思います。 S ツムでもレアツムでもありません。まあノーマルツムなんですけど、レベルはねちょっと上げてあります。レベル93まで上げて、スキルレベルは2ですね。でツムスコアがね2225ということで、まあどうなんでしょうねっていう感じのメンバーにはなりますけども、ランドールですね、スキルが中央に大きなランドールが出現ということで、ちょっとね使いづらい正直あまりコンボは出ない。なのでまあ本当にね S ツム一体も持っていない最近始めた方とかにはおすすめという感じ。まああんまり正直おすすめじゃないんですけども、まあスコアどれぐらいいくか見てみましょう。今回のイベントなんですけども、やっぱりねイベントキャラ持ってる人は強い。スタンバイツムなんですけど、まあシンデレラ、フェアリーゴッドマザー、そしてクリスマスドナルド、クリスマスデイジー、これを持っている人は非常に有利ですね。特にシンデレラとフェアリーゴッドマザー、こちらがツムスコアが2000アップ、そしてスキルゲージマックスでスタートなんで、もう断然有利だよね。まあそうは言ってもねガチャ運なんで、まあ出なければもうこれはしょうがない。まずはね僕ちょっとそのシンデレラとフェアリーゴッドマザーに関してはなしでやっていきたいなと思います。まあそれでねどれぐらいいけるか、さあどうでしょう。コンボの方が37コンボ、スコアの方はね微妙ですね、100 120万ぐらいか。ランキングはどうなんだろうね。さあつむつむチャンスありますね。まあこれは嬉しいよね。さあ次はね S つむ使っていきます。ダンボ、こちら使ってどれぐらいいくか見ていきたいと思います。レベルは99の、スキルレベルは3ですね。まあほぼほぼマックスに近いようなステータスです。ツムスコアは3650ですね。ダンボはね使いやすいと思います。まあ誰でも使いやすい。スキルがねランダムでダンボが大きくなるということで、スキルレベル3なんですけど結構ねコンボつながります。そしてスコアもね伸びやすい。まあただこのゲーム多分にして運の要素多いです。いくらうまくやっても降ってくるアイテムとかねによっては、まあどうしてもねスコアがかなり変わってくるんで、特にこの手数とかね、このボムっていうのかな、そしてアロー、このあたりがね運よく降ってきてくれないとちょっと非常に辛いゲームにはなりますけども、まあそうは言ってもダンボ使いやすいんで、まあさっきのねさっきよりはねかなりスコア伸びるんじゃないかと思います。今回のイベント爽快だよね。コンボが非常に続くんでやってて楽しい。今までねステージ攻略ボリューム3、マップボリューム3のねステージ今やってますけども、結構ね難しいんですよ。氷ブロックとかがたくさん出てくるんで、あんまりコンボが続かないんで結構ストレスあるんですけど、イベントはね非常に楽しいです。まあその分スコアもねかなり伸びるんで、まあ、みんな伸びるんでね、かなりハイレベルの戦いにはなってきますけども、さあどうだろう。今残り手数3で63コンボ、まだまだいけますね。ハイスコア更新中です。やっぱりなんだかんだ言ってもやっぱり積むレベルが高い積むを使うとスコアはやっぱり出るよね。あんまりこのまあテクニックもあるんでしょうけども、やっぱりね積むスコア大きいです。まあこのゲームの楽しさの一つとしてこの積むを育てるってのが結構あるんで、どうなんだろう、どっちかっていうとね僕がやった感じ積むのパズルをやるより積む育てるのがこのゲーム楽しいかなって思います。さあハイスコア更新しました。68コンボ、さあ今17位まで上がりました。
このグループ分けもね、よくわかんないんだよね。僕がやってるグループね、ハイレベルなんですよ。じゃあ次はね、Sツムのアラジン使っていきましょう。レベル100でツムスコアが3652、そして スキルレベルは2ですね。やっぱりね、こういうスコアアタック形式というかランキング形式になると、やっぱレベル100のレベル100前提みたいな感じになってきちゃうのかな。どうなんだろう、グループ分けのねシステムがよくわかんないんだけど、同じぐらいの、どうなんだろう、このツムのスコアで振り分けられるのか、それともステージの星ゲット数で振り分けられるのか。まあ多分ね、総合的にその星のゲット数とかね、持ってるツムの数とかレベルとかでね、総合的に多分振り分けられてるとは思うんですけど、まあよくわかんない。まあでも言っても、このシンデレラとフェアリーゴッドマザーのイベントツム持ってる人断然有利だからね。でもどうなんだろう、でも有利な人は有利な人ばっかで振り分けられたら結果として有利じゃないもんね。どうなんだろうね、結局苦労してツム育てたりしても厳しいグループに入れられたら意味ねえじゃんっていうねよくわかりませんけども、まあでもまあ順位はね結果なんで、まあゲームとしてね楽しんでイベントできればねいいかなと僕は思ってます。さあ28コンボちょっと全然伸びませんね。レベル100のS2の割には伸びない。まあアラジンね、弱点としてはね、このカラバブルがね結構中央に集まっちゃうとね、スコア全然出ないんですよね。さあ次はどうしようか、ベルやってみましょうか。ベルも何気に今レベル100なんですよね。スキルレベルは2ですけども、ツムスコアは3193ですね。やっぱりスタンバイツムがないと厳しいかな。一応ね今回のイベントで僕ね、クリスマスデイジーは持ってるんですよ。これはね、あの普通のツムツムチャンスで運よくね最近ゲットすることができました。まだねちょっと育てきれていないんですけど、一応それが明日の、これ日替わりで変わるんで、明日のあのスタンバイツムに入ってますね。ただね、クリスマスドナルドとクリスマスデイジーはツムスコアが 20% アップなんで、シンデレラ、フェアリーゴッドマザーに比べるとねちょっとね、この得点が弱いんだよね。まあ言ってもでもツムレベルをマックスまで持ってってやれば3000の 20% なんで600プラスか。まあまあまあいいかなっていう感じかな。さあこれアナどうでしょうかね、結構伸びるよね。もうすでに104コンボハイスコア更新中ですね。意外といけるぜこのアナ。まあ運がいいだけなのかもしれないけどね。さあハイスコア更新しました。まだレベル的にはね86までしか上げきれてないんで伸びしろあるね。さあ107コンボを11位まで上がりました。さあツムツムチャンス、あーコインだ。次はねプリンセスミニ使っていきましょうか。レベル100ですね。そしてスキルレベルは2です。スキルレベルはね3まで上げるの結構大変なんだよね。あのツムレベルの方はね結構簡単に上がります。あのフレンドのとこにね遊びに行ったりすると結構簡単に上がります。さあこれ本命だよね。プリンセスミニーはね、あのキャッスルでもそうですけど、この手のスコアは非常に伸びやすい、使いやすいんだよね。なので結構これ期待できますけども、ちょっとねやっぱり 運の要素もかなりあるんで、さあ残り5でちょっとね一回コンボが切れちゃったんでなかなかちょっとねスコアが微妙になってきましたね。
今回のこのイベントポイントとしてはね、コンボが切れないようにやるのが非常にポイントらしい。コンボが上がってくるとね、スコアが一気に伸びるっていうね、そういう仕様なんで、さあまだ頑張っていきます。結構アローがいっぱい出てきますね。どうなんだろう、皆さんはどんなツムでやっていますかね。やっぱり普段使うツムというかね、育てているツムが結構決まってきている人は、まあ、使い慣れたツムでやるのがいいのかな。まあ、なんだかんだ言っても、あとサポートのね、ツムのスコアも非常に重要だよね。さあまだいきます。ちょっとハイスコア更新は難しそうですけども、さあ残り手数1です。437万点ですね。さあつむつむチャンス、ここでシンデレラとか出てきてくれたら非常に嬉しいんですけども、なかなかそうはいかない。さあ次はバンビ使っていきましょうか。今ねレベル88なんですけど、スキルレベルは3まで上げました。大変でした。バンビはね非常に使いやすいんで、これも結構期待できるんですけども、さあ今回のこのスコアアタック、とにかくコンボを続けるのがポイントということだそうです。コンボをつなげるほどスコアボーナス大幅アップっていうことなんで、やっぱり100コンボとかね、それぐらい狙っていかないとダメかな。上手な人だと多分もっとすごいよね。200コンボとか多分出てるよね、このスコアから言うと。あとやっぱりスタンバイツムにシンデレラ欲しいな。やっぱりハイスコア狙おうと思ったらシンデレラか、もしくはフェアリーゴッドマザー、どっちか欲しい気はしますけどね。まあでもやれるとこまでやっていきましょう。74コンボ結構伸びるね。バンビもなかなか、ああそういうことか。多分ね、ツムレベルも重要なんですけど、スキルレベルが高い方がコンボが出やすいね。そんな気がする、やってみた感じ。まあそりゃそうだよね、スキルがたくさん発動できた方が多分有利だからね。さあ残り手数3で100コンボ超えはいきたいな。さあバンビ、やっぱスキルレベル3は強力です。今回のイベントは毎日リセットされるんだよね。さあ残り1、手数取りながらいきます。さあ伸びる伸びろ、最後粘ります。さあ92、おーっとハイスコアには届かず、でもやっぱりなかなかいける。やっぱりねスキルレベル重要です。ちょっとスキルレベル上げやっておきたいなと思います。そしてツムツムチャンス、ツム来い。おノーマルバブルから、あーラビット